ルールルールルール、ルールルールルール。マスター、ご機嫌ですね。そうなんだよ、ファイさん。この間、働いた分の給料が出るんだよ。え？もうですか、早いですね。それで、何を買われるのですか？ポケモンでしょ、モンスターズでしょ、ドラクエ10、かな。うん、そんなに買えないから。おっす、給料届けに来てやったぜ。おーおー、給料はよ、お金はよ。まあ待て、この中に入ってっから。ほれ、お疲れさん。それじゃあ、ちゃんと渡したからな、あばよう。よしファイさん、早速ゲーム会に行こうぞ。その前に、いくらもらったか確認しましょうよ。30万円ぐらいじゃない？ないない。どれどれ？一本も、買えませんね。ちくしょー。ゼルダの伝説、スカイボードソード、ゆっくり実況、パート28、始まるを。それじゃあまあ、始めますか。ここはどこ？私は誰？夏の暑さのせいで頭やられたのですか。いや、もともとですね。ここは、イニシエの大石窟。そしてマスターは、ヒキニートです。お分かりいただけましたか？ふっふっふ、残念だったなファイさん。私はもう、ヒキニートではないのだよ。立派に、働いてやったのだよ。確かにそうでしたね。今はヒキニートではありませんでした。失礼しましたマスター。いやー、働くって大変だね。久々に、トイレやお風呂へ行く運動以外に、運動というものをしたよ。いや、トイレやお風呂へ向かうのは運動には含まれないと思います。え？そうなの？私、普段はそれ以外の運動なんてしてないから、いい運動になってるなーって思ってたんだが。まあ、それ以外は四六時中ベッドから動かないからね。寒い季節のこたつから抜け出せない状態、みたいなもんかな。それとはレベルが違うと思いますが。それで、何が言いたいかというと、一日も働いたんだ、だから、来週休むからな、よろしく。はぁ？いやね、私働いたじゃんか？だから、来週休みたいなぁ、って、思ってね。結果。しょぼーん。マスター、第一2時間しか働いてねえな。それでよく、30万くらいとか言えたな、時給15万かよ。そう、それもひどいと思わないかい？2時間で、たった1500円しかもらえないって、少なすぎだろこれ。うまい棒150本しか買えねえじゃんか。なんその基準、子供か。って子供でもそんなに食わねえよ。というわけで、来週休んでいいですか先生。どういうわけだよ、理由になってねえよ。そして誰が先生だ。ファイさん、最近なんだかマリサのツッコミに似てきたね。マリサ様のキレのあるツッコミ、憧れてます。あーダメダメ、あんなのに憧れちゃう。あいつはただの金持ちで、スピード強だから。この間も、マリサの車乗って大変だったよ。はぁ、そのようなことがあったのですね。マスターにお知らせです。この先中ボスが待ち構えています。あれは、ボス部屋の鍵穴じゃね？マスター、上部に扉と鍵穴らしき装置を確認。まあ、その前に下に降りて中ボス戦です。また骸骨やろうか。魔王の使いが現れた。おりゃー。おきゃー。ちょ、こいつ、できるぜ。ねえねえファイさん、真剣にやりたいから、黙っていい？ダメです。っていうかバトルシーンになってからあまり喋られてないですよ。ってことゆっくり実況に、黙ってプレイはタブーですよ。じゃあ何かは外国よ。もうバトルのリアクション取りの面倒になったからさ。え？古くて、お題ですか？え？大喜利するのですか？しねえよ。バトルしながら大喜利とか、どんだけ必要なんだよ。しない、のですか？残念です。それでは、別の話題を。結婚式どうでしたか？何か面白いことありましたか？うん、面白いとか言われるとハードル上がるからやめて。では、言い方を変えて、どんなことがありました？まあ、タクシーで行って修理でお金払ったよね。ギリギリ間に合って、入り口の前に止めてもらったよ。どうやら別の友人も、私が車が遅いので、心配して玄関付近で待っていたのだよ。急いで修理袋から、1万円札を出しておっちゃんに渡したよ。すると、タクシーの運転手のおっちゃんが、驚いた気がした、何事かと思うと。すみません、お釣りがないので、近くのコンビニまで両替しに行っていいですか？何？もう
公式始まるっていうのに、コンビニ寄りだと、ここで、釣りはいらねえ、って言えればかっこいいのだが、運賃3000円だから、お釣り7000円だよ。無理無理無理。コンビニ寄ったせいで、若干遅れて、チャペルに入ったとき、みんなの注目を浴びたね。新郎新婦と友情が一緒じゃなくてよかったよ。走行行ってるうちに、倒したね。時間ぴったりに話終わらせましたね。すごいですマスター。え？いろいろ話してそこ？ファイさんには私の話響かなかったか。じゃあ、次は、披露宴の出来事を。もういいですマスター、お腹いっぱいです。冷たいなおい、それじゃあもう頃合いだからこの辺で締めますか。マスター、ここで締めれば短すぎますよ。キリのいいとこまで進めましょう。キリのいいとこって、中ボス倒したとこがちょうど良かったんじゃね？残念でしたね、タイミング逃しました。マスターが、話に夢中になってるからですよ。ファイさんが話振ってきたのに、なんだそりゃ？あんなとこにシルバールピーが。マスターダメです、それは罠です。大丈夫あ。何？いやいやいや、何してるのですかマスター。ゲームオーバーになったら仕方ない、今日はここまでだね。それでは皆様、次回をお楽しみに、バイバイ。勝手に終わらすなし、そして終わりの挨拶はファイの役目ですよ。マスターのせいで、だいぶ短いですが。パート29へ続きます。また見てね、バイバイ。